皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。先日、突如として発表された中日ドラゴンズ、立浪監督の退任。これには多くのファンが衝撃を受け、同時に大きな話題となりましたよね。理由は成績不振が大きな要因となっていますが、実はこの退任、広島東洋カープが理由という声も一部ファンから上がっているようなのです。全く関係なさそうに見えますが、一体なぜこのような理由が出ているのでしょうか。今回は立浪監督の退任理由は広島のせいなのかご紹介していきます。阪神に敗れた18日の試合後、中日の立浪和義監督が責任を取って今年限りで辞めさせていただきます、けじめをつけますと辞任の意向を明らかにしました。この日の敗戦でクライマックスシリーズ進出の可能性が完全に消滅した中日ドラゴンズ、6位に転落し3年連続最下位が現実になりつつある今、結果が全ての世界ですからと現状を受け入れざるを得なかったのは確かと言えます。ただ名古屋の野球関係者はとはいえです、ポスト立浪の最有力だった球団 OB で侍ジャパンの井端弘和監督が2026年の WBC まで日本代表を率いることが内定したことで、球団内には立浪監督の続投を推す意見が出ていた直後のことですからね。成績が振るわない中でも本拠地バンテリンドームの観客動員は好調で、地元名古屋財界の支持もあった。球団としても満を持たして中日のプリンスを監督に据えただけに、このまま終わらせるのは忍びないという思いがあったのは確かですが、その球団への不信感が今回の辞任表明というかケツをまくる事態につながったという側面もあると思うとコメント。続投も視野に入っている中での辞任で、球団側も寝耳に水だった模様。後任はこれから探すとのことで、しばらくはバタつきそうですね。立浪監督は現役時代、その圧倒的な実績で誰からも畏怖される存在でした。評論家としてグラウンドを訪れれば、選手はベテランから若手まで直立不動で挨拶する、そして誰もが憧れる存在で、監督就任時には大いに盛り上がっていましたよね。しかし蓋を開けてみればご覧の有様。就任1年目は1975年以来47年ぶりに本拠地開幕カードで3連敗を喫するなど、開幕6試合で1勝5敗のスタートし、いきなりつまずいてしまうと、その後4連勝で勝率を5割に戻し、4月14日には勝ち越しを3とするなど復調しましたが、それ以上は勝ち越しを増やすことができず、その後は7連敗を記録するなど低迷。2015年以来の最下位での前半戦ターンとなり、後半戦も最下位から抜け出せず6年ぶりの最下位が確定。さらに昨年は開幕戦こそ勝利したものの、前年同様に得点不足が原因で前年の覇者ヤクルトと最下位争いを繰り広げる事態に、日本ハムから宇佐美選手と斉藤選手、西武から川越選手をトレードで補強するなど戦力を整えてはいたものの、最下位のまま後半戦に迎えてしまい、8月に入ると球団ワースト記録のビジター14連敗を記録。5位とのゲーム差を大きく広がり、8月30日に早くも優勝が完全消滅。さらに9月10日にクライマックスシリーズ出場チームが決まってないにもかかわらず、両リーグ最速で3年連続の B クラスが確定していました。10月3日の最終戦も連敗を喫し、翌4日の試合でヤクルトが阪神にサヨナラ勝ちを決めたことで球団初の2年連続最下位が確定。79年ぶりに4連勝を挙げれず、得点数も唯一の300得点台。またこの年は阪神が2005年以来18年ぶりのリーグ優勝、1985年以来38年ぶり2度目の日本一になったことにより、中日はリーグ優勝、日本一が1回のみの楽天を除く現存11球団の中で年間勝率1位になった上で出場した日本一制覇が最も少ない球団となってしまっていました。今季も戦術の通りで4月は単独首位に立つなど好調ぶりは見せていましたが、5月には最下位に一時期低迷し、
以降は B クラスをひた走ることに。監督就任後も呆然と振る舞った現役時代と変わらぬ強権的なやり方で選手との間に溝ができ、特に中堅以上の選手から反感を買ったと言われており、一貫性のない選手起用、ちぐはぐな采配にはファンからも批判の声が上がっていました。退任を望む声も多く出ており、今回の結末は仕方ない部分があるでしょうね。そんな立浪監督の辞任ですが、一部で広島東洋カープのせいなのではという声も上がっているようです。一体どういうことなのでしょうか。今季8月までは首位をひた走っていた広島東洋カープ、しかし9月に入ると大失速しており、ついに先日自力優勝が消滅、3位にまで転落し、4位の DeNA とは 0.5 ゲーム差で優勝どころか CS 進出も怪しい位置になっています。そんな広島ですが、中日との対戦成績は8勝13敗と負け越しており、逆に言えば中日が勝ち越している状況、とても広島のせいとは思えませんよね。ただ一部ファンや関係者から広島の大失速が中日にも影響を与え、結果的に寿命を削ったなんて言われているようです。確かに広島は4連敗した後に6連敗するなどしていました。その結果、4位と中日のゲーム差がさらに広がり、しかも相手チームに勢いをつけたことで、そのまま中日が襲われ負け越し始めたという意見があります。まあこれはある意味事実と言えるでしょう。広島を3連勝で下した巨人は、その後の中日戦で2連勝、その後広島を2連勝で下した阪神戦でもしっかりやられており、その影響はあったとは言えます。とはいえ、もともと低迷していたチームですし、仮に広島が強かったとしても結末はそこまで変わらなかったと思います。辞任するという話が出てくるのが遅くなっていただけでしょうし、そこまで大きな影響があったとは言えないでしょう。まあ寿命を縮めたという点ではある意味事実とも言えますけどね。ただ立浪監督辞任の一番の理由は、チーム低迷の大きな原因は球団にもあると関係者は語っており、チーム再建の切り札として立浪監督を招聘しながら補強らしい補強をしない、現役ドラフトで獲得した細川誠也が2年連続20本塁打と覚醒した以外、補強で当たった選手は皆無です。立浪監督の意向でもあったとはいえ、ここ2年間で大学社会人の内野手を育成を含めて7人もかき集めるドラフトの迷走、立浪監督の契約最終年で勝負をかけた今季の3年目も、目玉の補強は35歳の中田翔、42歳の中島博之を筆頭に、29歳の上林誠司、30歳の山本康弘の戦力外4人衆だけ、支配下の新外国人も森の過ぎたディカーソンただ一人で、3年間で FA 補強には動こうともしなかった立浪監督が球団のバックアップ体制に不信感を抱くのも当然ですとコメント。またスコアラーにも責任があるだろうと、全く打てていない現状について責任を追及されており、立浪監督だけでなく球団全体で甘かった、故に勝てず退任したが正しいです。いろいろと噛み合わなかったのが一番の理由でしょうね。何にせよ最後まで A クラスに届かずチームを去ることとなった立浪監督、果たして今後チームはどうなるのでしょうか。最後まで注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。